アに、日語で挨拶、ワンピースでその言葉を覚えたんだ。エンゼルスの守護神、カルロス・エステベス投手は21日、日時間22日、愛を語った。馴染みのある日メディアを見つけると、久しぶりだなぁと、日語で、茶目っ気たっぷりに挨拶。実は、ワンピースでその言葉を覚えたんだ。クロコダイルネと照れくさそうに語った。エステベスは、ドラゴンボール Z など火のファンとして知られ、エンゼルスのクラブハウスには、多くのキャラクターのを飾っている。去年は、遠征で持ってきたんだけど、その時に壊れちゃったから置いているんだ。孫サトルハン、ビースト、ロリーとか、家にはすごい数のコレクションがあるよと、嬉しそうだ。今季、守護神として試合を締めた際には、カメハメハのパフォーマンスを見せている。大谷との対決へ向け、試合終了になったらいつも通りのことをやるよ、とパフォーマンスを披露するつもりだ。オンオフには来日を計画中で、妻とハワイに行ってから日へ行こうと思っているんだ。ずっと行きたいと思っていたんだ。妻は賛成って言っていたよと心待ちにしていた。小谷真也、正也小谷。